秘蔵ほっこりハプニング大賞。しかしこの後思わぬハプニングが。第5子の、はい、うわ、え、いいですか引っ張って失礼します。しかし次の瞬間。どうも、海作です。どうも、よしくです。ありがとうございました。さあ、今日なんですけども、超秘蔵ほっこりハプニング大賞。そうなんですよ、これどういうことかと言いますとですね、ちょっと僕的にね、あの皆さん携帯スマホあるでしょ、はいはい、その中にこれ誰しもがだと思うんですけども、その世に出してない、なんかハプニング映像みたいなんで、あるんじゃないかなと思って、ちなみに嫁サックの携帯の中身は大体知ってるんですよ、いつも嫁サックが見せてくれるから、めちゃくちゃ面白いハプニング映像があるんですよ、でこれちょっと企画できへんかなと思って、でトンボとヤサギでみんなに聞いたら、ちょこちょこハプニング映像持ってるんですよ。楽しいやつが、ヤスタケの中にもね、結構あったりなんかして、で今回まだ世に出していない VTR を集めて、大賞を決めたいなという企画でございます。これがね、嫁サック持ってるやつが俺もうほんまに好きで、ねえ、こっそり撮ってたりすんのよ、基本子供たちやったりすんねんけど、で、何よりも大事なのは、それを流していいかの子供たちにちゃんと確認を取ったんですね、まあ、もうはっきり言ってコジサックなんですけど、そしたらコジが全然いいよって言ってくれたから、今回この企画しようかなと思ったんですけども、トンボはトンボで、ちょっとリオちゃんのね、ハプニング映像があったりとか、そうで、安竹は安竹で、結構うちの子供たちが事務所に来た時に、カメラを結構回してくれてたりするの、でそこでちょっとハプニング映像があったりとか、ちょっといろいろあったりするんで、まあ、視聴者さんにも今回ちょっと決めていただきたいなと思っております。でこの現場では一応まあ代表として僕と嫁サックで話し合って何本あんのやったっけ、7本ぐらいあるのかな、そうですね、今回計7本なんですけども、その中から一応僕と嫁サックで話し合って1本大賞を決めたいなという、そんな企画でございます。まあ新しいよね。そうですね、やってなかったですもんね、今までこういうのやってなかったですから、まあ楽しんでやっていきましょう。というわけで本日もせーの、オーナーシャス。さあというわけで、早速やっていきたいんですけども、まず1本目は、はい、嫁サックのスマホの中にある秘蔵 VTR ということで、見ていただきましょう、はい、こちらです。戦闘ごっこを始めようとしているコジサックをこっそり撮影していると、この後ハプニングが。ジャンプ中に足をぶつけ悶絶するコジサック。しばらくするとムクッと立ち上がり戦闘開始。見えない敵と戦い出すコジサック。しかしまだこっそり取られていることに気づいていません。すると一人遊びを見られてとっぴり恥ずかしかったコジサックでした。こちらでございます。いいよ、かわいい、最高、めっちゃかわいない、かわいいわ。これはまあほっこりとハプニングを足した感じやねんけども、そうですね、これちょっと嫁作がね、そう、やっぱりあのコジが一人で戦ってるところって、なかなか最近見せてくれないんだよね。そう、昔はこう目の前で戦ってくれてたんだけど、なんやったら戦ってくれた、いや、なんやったら見てほしいみたいな、アピールしてて、はいはいはい、やっぱりこう小学校1年生2年生になっていくうちに、もう部屋に閉じこもってガチャンってして、はい、今からコジタイム入るからみたいな。そう、たまにこう覗きに行くと、綺麗にウルトラマンの人形並べて、なんかこう戦って置くみたいなルールがあるみたいで、そう、見えてるみたいなんですけど、そう、で、嫁サックがちょっとあまりにも可愛いから、記念に思い出、そう、やっぱりこれがいつかなくなるのかなって思うと、やっぱ寂しくなってきちゃって、それを思い出のためにちょっと撮って残しとこうと思って、そり取ってたんです。そしたらあんな可愛いハプニング。ガチャーンって足打って。めちゃくちゃ可愛いよ。全く声出さなかったね。多分ね、相当痛かったと思う。小指ガーン当たって。しかしあんな子供っぽいというかさ、ちゃんと丸まんねんな、やって。ガーってなってたね。ガーってなってね。可愛らしい。これが1本目でございます。最高ですよ、もう。これいいですよね。いい、はい、続いて2本目は、安竹のスマホの中にあった秘蔵 VTR ということで、はい、これ出てくるのはせんちゃんなんですけど、せんちゃん、よくしょっちゅう撮ってんですよ。それで場所はカジサックのお家です。
あ、僕の家で、うん、はい、うん、これはメインの撮影のちょっとした合間に撮ったものになります。なるほど、うん、たまたま撮ってたら、はい、ほっこりハプニング映像が撮れたんや。はい、楽しみやね。楽しみ。こちらです、どうぞ。料理の紹介をしているセンちゃん、しかしこの後ある言葉が言えなくなってしまうんです。センちゃんが作ったんですか？センちゃん手作りですか？はい、うん、上手ですね。うん、手作りです。手作りですね、センちゃん、うん、はい、こちらも手作りです。手作り、うん、手作りでしょ、センちゃん。うん、これも手作り、うん、センちゃん手作り、手ぐずり、手作り、手ぐずり、手作り、手ぐずり、かわいい。手手ずぐ、うん、手ずぐずずくくりり、そう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 、はい、手ぐずり。難しいね。手作りがなかなか言えなくなってしまったせんちゃんでした。おいしい。いやー、かわいい。かわいいな。かわいい。まあ、子供あるあるなんやけどね。俺も昔ちょっとあったで、こういうの、うん、エレベーターって言えなくて。あ、そうなんですね。俺ずっとエベレーター、エベレーター。そういう子いた。おったやろ、はい、いっぱいおると思うねんけど、はい、でもそういうのあるあるよな。そうだね、かわいい。かわいい。こんなことお前誘い合いまでやったやろ。ねえ、ほっこりするわ。これはもうあれやね、ハプニングというかほっこり映像、ね、ほっこりですね。ほっこりの方やね。やさぎさん、ありがとうございます。ありがとうございます。素敵な、これもある種思い出になるからね、うん、はい。というわけで3本目なんですけども、はい、3本目はちなみに常が、はい、あのスマホの中に、うん、常のスマホの中にやってたんですけど、今日現場でちょっと常がいなくて、うん、あのなんかハルくんのなんかハプニング映像があるということで、ね、もちろんハルくんも出していいということだったので、うん、ちょっとこれ楽しみ、まだ見てないから、うん、楽しみですね。こちらです。常家の長男ハルくんがペットボトルのゴミ箱シュートに挑戦中。しかし何度挑戦しても入りません。しかし次の瞬間。すごい。まさかのミラクルシュートに成功したハルくんでした。いや、めっちゃすごい。かわいいな。すごいじゃん。感動してるのがまた可愛いから。コウ君横でね。しかしこれ常よう撮ってたな、怒るもんやな、これはもうほっこりハプニングやわ。見事やわ。なんかいい、なんかいいね、これ、うんうん、これ素晴らしいですね。偶然ですね、うん、どうですか、ヨメサク。すごい、もうなんかその成功してるよってコウ君がまたハル君に成功してるよって言いに行ってたのが可愛かったの。多分ハルくんはハルくんで、うん、痛がってるんだけども、うん、痛いもちょっとは痛かったと思うんだけど、うん、多分恥ずかしかったと思うんだよ、うん、コンタッタったんが、うん、だからこう照れてんねんけど、でも横でコウくんが、いや入ったんだって、入ってるぞって教えてるんで、ハルくん気づいてないんだ、入ってるって。気づいてないんだ、かわいい。かわいいね、いや見事、これは素晴らしい。いい企画ですね。いいですね、これは。さあ、そして続いてはですね、はい、またまた安武さんのスマホの中に、はい、眠っていたという、はいはいはい、今回は、うん、カジサックです。僕の、うん、カジサック、僕のやつ、はいはいはい。まあ、僕いつも一緒に行動してるじゃないですか。そうですね、そんな中で大阪のバンタンの学校に行った時に、うんうん、卒業のあの講演をした時あったじゃないですか。ありましたね。素晴らしいスピーチでした。一人でスピーチさせ、ね、ていただいたんですけども、うんうん、あの時に撮った映像です。俺はこれはなんとなく覚えてる。見たい。これだからよう安武回してたなっていう。そう、別に小部屋用とかメインでとかではなくて、ただただ安武が携帯で、そうですね、ちょっとね、バンタンのスタッフさんがなんかケーキかなんか、そうなんです、用意してくださってて、うん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 、で、まああんまり言うとあれか、はいはい、まあでもちょっと言っていいと思うんだけど、くす、うん、玉みたいなやな。そうですね、くす玉を用意してくれてて、はい、で、カジサックさん引っ張ってくださいみたいな感じで、うん、あるハプニングが起きてるっていう。なるほど。こちらです。はい。
はるちゃんの出産のお祝いにくす玉を用意してくれたスタッフさん。何撮ってんだよ。いや、いいでしょ。すごいね、ケーキ。しかし、この後、思わぬハプニングが。第5子の。はい。うわ。え、いいですか、引っ張って。失礼します。怖い。思わぬハプニングで笑いを取ったカジサックでした。いや別に俺が笑い取ったわけじゃない。俺もうちょっとドッキリかなと思って。これぞハプニングでしょ。これはハプニングっすね。くす玉丸々落ちてくるっていう。確かにドッキリだと思いますね。俺一瞬ドッキリかなと思って。安武カメラ回してるし。そうですね。急に回してね。急に回して、はい。で、落ち着いて聞いたら、単純にドッキリじゃなくてミスだったっていう。くす玉の強度とあの棒の強度がね。そう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 。うまくいかなかった。いや、でも改めて。うん、回しとくもんやな、カメラ見て。いや、そうですね、何が撮れるかわからない、何が撮れるかわからない。安坂さん、ありがとうございます。とんでもございません。さあ、続いては、はい、トンボさんの、そうなんです、スマホの中に、はい、あった秘蔵 VTR なんですけども、この映像なんですけど、うん、実はあのカジサックの楽屋という、はいはい、アプリね、アプリで、うん、もう先にブログの方で実はアップしてる映像ではあるんですけれども、あれでしょう、はい、これね、嫁サックを見てると思うんですけど、はい、まあ、多くの方がまだ見てないと思うんでね、はい、あれなんですけど、これめちゃくちゃ面白い。面白いというか、まあ、ちょっと危なかったりもすんねんけど、はいろいろね、もう、まあ、見てもらうんですけど、いろいろ注目してほしいところがあるというか。あるいろいろあった。あるよ。ありましたか。まあ、簡単に言うと、リオちゃんがあるハプニングに巻き込まれるっていう。そうなんですよね。これはハプニング大賞ですよ、はっきり言って。ハプニング大賞ですか。うん。ぜひ見ていただきましょうか、まずは。はい、こちらです。いただきます。すごい。トンボがリオちゃんの誕生日に用意したホテルで朝食を堪能。しかし、この後大ハプニングが。めちゃくちゃうまいよ。リオちゃん痛かった。痛かったね。リオちゃんが椅子から転げ落ち、大転倒。探したらバランス殺しちゃった。はいはいはい、お尻痛かったね。リオちゃんを子供のように優しく心配するトンボでした。いやこれね、まあ先ほど出てるカジサックの楽屋アプリで見てるんですけども、はい、もう俺と嫁サックでこれもう盛り上がったもん。盛り上がったの。見た後に盛り上がったんですか。なんやろうね、まずまあリオちゃんに怪我がなかったのは良かったです。あ、そうです、怪我はなかったんです。ハプニング的にはリオちゃんがちょっとコロッケをこう探してるうちにバランス崩して、そうですそうです、ガチャーンってこけちゃった、はい、これは危ないことですから、これがハプニングですなんですけど、はい、まあ、僕たちが気になったのは、まあ無事で良かったな、はい、トンボ変やで、これ。はい、そうっすね。変じゃないだろうが。でも、嫁サックは、もう、めちゃくちゃ素敵。そう、よかった。やっぱり、女性としては、その、痛いのに共感してほしいから、うん、やっぱ、大丈夫かっていうのもいいんだけど、うん、痛かったねって言ってくれるのは、すごい多分嬉しいと思う。うん、って言ってたの。いいやんか、じゃあ。で、俺が、いや、確かにそうかもしれんけど、ちょっと嫁サックと、はい、もう一回落ち着いてみて。冷静に、冷静に見てみて、トンボのリアクションって言って、もう一回見てもらったら爆笑しました。お前さ、リオちゃん3歳よ、もともと。痛ないよ。痛かったね。大丈夫。そんなんだった。危なかったね。そんなんだったかな。そんなんですよ。そんなんだった。言い方なのよ。共感まではしゃべる。言い方。リオちゃんのハプニング映像だから、俺は関係ないんですよ。いや、これ二重なんですよ。でも、はい、トータル見た時に素敵やなって。あ、本当ですか。で、俺がすごいなって思ったのは、これ旅行先でしょ、うん、そうです、そうです。で、ああやってカメラを回してんのが、はい、
そうそう、これも完全にもう思い出で2人で後で見返すように撮ってたっていうことなんですけど、そう話聞いてたらトンリオ夫妻っていうのは、うん、あの2人ともらしいけども基本的に結構回すねんってな、回します回します、思い出として、はい、そしたらこういうハプニングが撮れたっていう、そうですね、いやー皆さんもう一回ね戻って見てほしいトンボがねなんか顔とかいろいろもろもろ面白いのよ、なんか見とく。俺らは別にいつでも見れるから。もう一回見るんだよ。でも何よりも本当にリオちゃんに怪我がなくて、ね、ああ良かったです。良かったです。そしてトンボが本当に優しいっていう。優しい。でもこういう映像が、うん、カジサックの楽屋に入ったら見れたりもします。まあ確かにね。皆さんぜひ。もう秘蔵 VTR だらけやからスマホなんてですから。ありますから、いや最高でした、はい。ありがとうございます。では続いて、はい、もう後半も後半、はい、6本目になりますけども、はい、今回はトンボさん、今回もトンボさん、僕です、スマホの中、はい、今回はセンちゃん、はい、センちゃんの映像なんですけれども、青千里食堂、ああやりましたね、はい、やったじゃないですか、はいはいはい、青千里食堂を事務所で撮影するっていう時に、うん、センちゃんが先に入ってたんですね、はいはい、青くんより先に、うん、で、ツネファミリーが後から来るっていうシチュエーションだったんですけれども、うん、そこで起こった、ほっこりハプニング映像でございます、めっちゃ楽しみやね、はい、俺は知らんから、はい、それもたまたまカメラ回してたまたまカメラを回してセンちゃん、はい、これは楽しみやね、はい、じゃあ見てみましょう、こちらです、じゃあ、つねさんを待ちたいと思います。はい、行きましょう。パッてやるから。あ、パッてやるの？じゃあこっち行きますね。はい。事務所にやってくるつねファミリーにドッキリを仕掛けようとしているせんちゃん。すぐにバレてしまい、ドッキリが大失敗してしまったせんちゃんでした。かわいい、かわいいでしょこれ。ちょっとこれこそもう一回すぐ見たいわ。ちょっとなんか照れてる感じがね。ちょっと照れてる、照れてんすよ。すぐあせんちゃん。もう見え見えのとこにかけた。でせんちゃんなんか手振ってなかった、ちょっとそうそうそう、なんかどうもみたいな、ドッキリするつもり別になかったですけどみたいな感じでせんちゃんがはいで、トンボさんに失敗しちゃった、失敗しちゃったみたいな、うわこれめっちゃ可愛い、これほっこりでしょ、ありがとう撮っててくれてうわもろにハルくん見えてたよあ、せんちゃんっつっていやでもなんかこの V を見た時にちょっと親としてね、まあ嬉しかったというか可愛いなって思うのは、こうやって楽しむことがいいなと思って、みんなが来た時にちょっとドッキリを仕掛けてみようよみたいな、その行動が僕はちょっと感動したから、そうですよね、これもちろん僕からやろうって言ったわけじゃなくて、っていうことやな、せんちゃんがやりたいって言ってやり始めたことですから、そういうことやろな、はい、人生初めてのドッキリ失敗やからねせんちゃんの、はい、こうやって人は成長していきますから、はい、いや可愛い、どうでしたよ、山崎君、いやなんかその私が嬉しかったのは、そのハルクがすごい優しい声でさ、あ、せいちゃんって言ってるなんか感じがすごい仲良くなってる感じがすごい嬉しかった、嬉しかった、可愛かったせいちゃん、そうね、いや最高でした、はい、さあそしていよいよ、はい、ラストになるんですけども、こちらがですね、うん、嫁サックのスマホの中に眠っていた、はい、本当に秘蔵 VTR、 これはね、はい、もちろん僕も知ってます、うん、これ最高ですよ、え、こちなみにコジサックなんです、ああコジで、この VTR もコジが出してもいいよって僕よう言うてくれたなって思った、うん、ああなるほど、これはコジ嫌がるやろなと思ったけど、うん、いいよいいよって言ってたし、うん、なぜかっていうと、うん、ちょっと個人的に恥ずかしいんちゃうかなって思うような、うん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 、まあ簡単に言うと、はい、コジがゲームしてるんですけど、はいはいはい、でコジはゲームしてて、マリオのゲームかなあれ、はい、あれはマリオオデッセイで、コジが初めて全クリしたゲームなんだけど、はい、それがなかなかやっぱクリアができなくて、うん、すごい毎日毎日頑張ってやってたんですね、なるほど、うん、でそれ嫁さんがそう撮ってたんですけど、はい、もうクリアで頑張ってんねん、クリアしたくて頑張ってんねんけども、クリアできない、そしてそれに対してめちゃくちゃ悔しがってるコジサックっていう映像なんですけど、あーなるほど、もうそれがもうね可愛くて仕方ないっていうかね、ちなみに
1回だけじゃなくて2回あるんですよ。ああはいはいはい、悔しがってるとか流れで、はい、1回目やってダメで悔しくてもう1回チャレンジして、うん、でも2回目もダメでっていうところをひっくるめて楽しんでいただけたらと思います。はい、こちらです。ゲームがクリアできない悔しさで泣き出してしまったコジサック。かわいい、かわいい。クリアを目指しもう一回挑戦。やっぱりクリアできずにめちゃめちゃ悔しがるコジサックでした。かわいくないこれ。かわいい。これもあれですね、はいはい、楽屋にの捨てましたね、そういえば。あ、そうか、これも捨てたですね。楽屋、対策の楽屋アプリでね。これたまらんよな。これやばいわ。そうね、これもでも子供あるあるやんか、はい、もう悔しくて、俺も多分そんなんやってたと思うね、はい、そう、その当時はね、時代的に誰も取られてなかったけども、はい、もう時代が時代取っちゃうから、やばしいな。いや、これはもう可愛いよね。可愛すぎる。やっぱり当時とかも悔しがったりはしてたけど、うん、なんだろう、こうやって泣いて、うん、もうできないって なんか悔しがるのは孤児独特かも。ああ、そうね、泣きながら、そして体全体で悔しさをっていう、最後足までこう足だけ残るの最高っすね、あれ。かわいい。で、お気づきかもしれないですけど、最後の一瞬で嫁サックの隠し撮りバレてるんですよ。こうやる、うー、何撮ってんだよ。だから隠れに行った。でも無事全クリ。これも泣きながら何回も何回も、もうこうなりながら何回もやって、そうそうそう、なんとか全クリ。で、俺は素晴らしいなと思ったのが、それでも嫌になってやめたじゃなくて、うん、もう何回もこうやってチャレンジして最終的に全クリまで行ったから、ね、俺は素晴らしい。3周してるから、これ。そうなんですね。もう今はもう、はい、全然あれなんですけども、いや、素晴らしかったですね。素晴らしい。だった、なんかあるもんですね。ありますね、うん、さあ、ここで、はい、まあ僕らの中でちょっと対象を決めたいなと思うんですけども、うん、はい、嫁サックの中でどうですか。迷ったんだけど、うん、やっぱりそのハプニングと奇跡がこう、うん、ガチってあった、うん、やっぱハルくんのやつかなと思って、うん、これ俺もそれ あったね、うん、もうおっしゃる通りで、うん、まあ、今回ほっこりハプニング対象、はい、うん、やっぱそれよな、うん、やっぱあの奇跡やん、やっぱすごいやん、これに当たってみたいな。確かに他ももちろん良かったけども、はい、まあ、俺一発目のコジの、はい、足ガンとリオちゃん、あ、リオちゃんと常野春くんで迷ってん。なるほど。そうちゃう。そう、やっぱりそのなんだろう、そのコンって当たるぐらいだったら多分あると思うんだけど、それで入っててで、何よりも横のコウくんが入ったよって喜んでる感じがすごい。そうね、迷うところであるけども、はい、じゃあ我々2人としては、うん、対象は、はい、常野春くんの VTR でした。ハルくんおめでとう。おーなーけー。いやー、お疲れでした。いやー、お疲れ様です。いやー、最高やったね。最高でしたね、ちょっとこれちょっと本編でも言いましたけども、ぜひ皆様コメント欄の方でね、うん、ください。皆様の中での対象、確かに一体どれだったのかっていうの気になるんで、うん、ぜひよろしくお願いいたします、うん、ちょっとこれはさ、もうまたやりたいよね。やりましょう、第2回。だからこれを意識したら、みんなカメラ多分回すやんか。確かに確かに。もう残しとこう。うん。ね。うん、もうトンボんとこも頼むわ。わかりました、任せてください。もうリオちゃんがああいうハプニングじゃないとこでも、はい、多分お前なんかいっぱいあると思うんだよ。あるかな。なんか例えばリオちゃんが歯磨きをするときに歯磨き粉がちょっとこぼれたときとかに、はい、大丈夫よ言わねえわ。落ちちゃったねー
落ちちゃったねなんて言わねえわ。買ってこようかビールちゃんみたいなやつ。やめろやめろよ。料理してる時とかさ、回しといてくれたリオちゃん、たまにやっぱり熱いとか なったら、あ、リオちゃん大丈夫出てくんな、氷持ってこようか出てくんなよ、妖怪なのよ、もう出てくんなお前、ほんま、トトリはあれだって、トム作ってないもんな。いや、作ってないでしょ、作ってないで、普通ですよ。恥ずかしいわ。頼むわ、ほんま、はい、いや最高やった。俺多分結構コメント欄に来ると思うよ。トンボさんが MVP って来そうやな。本当だって、トンボさん、あ、もう本当女性は 大大好きだと思う。ほらほらほら、本当ですか、うん、いじってないいじってないです。本当ですか、本気で言うてたから。あ、なるほど、ぜひ皆さんもコメントください、はい、以上でした。ありがとうございました。ありがとうございました。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。 Twitter のフォローもお願いします。またお会いしましょう。